どうも、エル歌舞伎のエルウダです。どうも、デロニアンシです。ということでね、はい、今日はね、あの商店がね、あのトレンドに入ってるんですけど、商店が、はい、あの後楽園ホールでの公開収録を中止ということで、あー、はいはいはい、まあ、国民的演芸番組の新型コロナ余波ということで、なるほど、これあの年を取って声が小さくなる、あの演者も客席もそうなんで、あのもう蔓延した場合には、なるほど、結構大変なことに、あの若手に見える春風亭昇太師匠ももう60超えてるという、ね、なるほどね、ことなんで、それはしょうがない、特に高齢の人がね、あの、うん、やっぱこう免疫力がちょっと弱っていったりもするんで、まあまあ、そうですね、だからこれどうなるのかね、あの、うん、お客さん入れないところで収録してそれが流れるのか、うん、はい、ちょっと気になりますよね。あ、そうだね、だって後楽園ホール別に会場の問題じゃなく、うん、そのお客さんがいる状態のところでやらないっていう多分ことなんだと思うんで、もうそれはもう、うん、SE をふんだんに使うかもしれない、SE をね急にドリフみたいな回になったらびっくりするけどね、ちょっとびっくりしますけどね、うんうん、あの今日ね、あの新宿来る途中にね、なんかあの、うん、外国人の方、うん、駅のホームで、うん、もうがっつりマスクを初めて見ましたね。あの真ん中に、うん、なんつうの、ちょっと四角いにボコって出てて、マスクが完全に鼻のとこからこうビターってくっついてるやつ、あれね、はいはい、うん、あの亀の甲羅みたいな形のなのかな、うん、でその人の隣にいる友達の外国人の人マスクしてないみたいなそのどういうバランスなのっていうのはね、ね、ちょっと気になりましたけど、でね、そのままこう今日は新宿でライブなんで新宿のホームでそういう人たちを見て、うん、でその後東宝シネマズの方で何の映画やってるかなと思ったらね、はい、ちょっと興味深い映画がありまして、うん、阪神タイガースザ・ムービー蒙古神話集ってのがあってこれはね、蒙古神話集、ちょっと僕はタイガースそんなに詳しくないんですけど、はい、一回見とこうかなっていう ね、 ちょっとね、蒙古神話集は結構なかなか、うん、映画でね、そんな見ないですね、うん、見ないですよ、その阪神タイガースを東京で、うん、そうなんですよ、ちょっとね、なかなか見ないですね、気になるんで、はいはいはい、昔あの僕がコンビニでバイトしてた時に隣にオリジン弁当があって、はい、でそこのおばさんがもう毎日デイリースポーツを買っていくおばさんだったんだけど、はい、そのおばさんが、うん、阪神が勝った時はデイリーの伸ばし棒が尻尾になるんだよって教えてくれたという、あ、そういうね、それでいろいろ覚えましたね、ね、世の中を、ありますね、それね、うん、都市伝説ありますね、そういうことなんですよ、はいはい、でね、まあ、後楽園ホールっていう会場自体がちょっと前こう、うん、まとめニュースみたいになってて、うん、後楽園ホールってさ、まあ、ボクシングの聖地、うん、はい、それからプロレスの聖地、まあ、はい、総合格闘技もやったりしますけど、まあ、格闘技、まあ、全般ですな、あと毎週土曜日にあのホワイトボードにねスケジュール表が昔書いてあったんだけど、はい、毎週土曜日が確か商店の収録っていうのを、ああそうなんだ、僕が中学の時プロレス見に行った時に商店って生じゃねえんだ、しかも後楽園ホールでやってんだっていう二重の衝撃が、ああはいはいはい、子供の時ってなんか生だと思ってたんだよね、まあまあ商店の雰囲気、ね、うん、生放送の意味すら分かんない時代ですからね、うん、生でやってんのかなって思ったのと、うん、あとはね、そのニュースサイトによるとスタタンも後楽園ホールでやっていたそうですよ。あ、そうなんだ。そうですよ、だから雲南さん、トンネルズさん、あそこなんだ、竹中直人さん、うん、コロッケさん、うん、ブラザー トムさん、トムさんね、トムさん、うん、みんなあそこから、あ、そうなんですよ、なるほど、後楽園ホールから全ては、あ、じゃあ後楽園すごいね、すごいですよ、へ、ね、でね、まあ今トンネルズさんなんて言いましたけどあの石橋貴明さんが高校生に自己紹介、うん、おじさんね、昔人気あったんだよっていうことで、これはね、あの、はい、石橋貴明さんのタイムトンネルという番組で、はい、スタジオに招いた吹奏楽部の高校生部員らにおどけた自己紹介をする場面があったということで、はい、これはね、その学校の先生が、うん、あの吹奏楽部の顧問の先生が、うん、もうトンネルズさんの大ファンだったそうで、これだってもう先生と生徒の間のさ、温度差激しいな、あとこの先生何歳か分かんないけどね、まあ俺らぐらいだとしてもさ、うん、相当なあれよ、でもトンネルズのコンサートも千葉県文化会館の会はほとんど行ってます、東京ドームにも行きましたじゃあだいぶ年上じゃないかね、というほど筋金入りの石橋ファンの片田さんに、うん、石橋さんも嬉しいと満面の笑みを浮かべていた、うん、生き方全てに僕は憧れていましたと語る片田さんだが、うんうん、実はこの話が来た時に本当は学校長に許可を得なきゃいけないんですけど、うん、その前に僕が引き受けますと言ってしまったということで、あー、はいはい、もうやめる覚悟しちゃうんだね、これは。で、この先生の熱が上がる一方で、うん、石橋さんは、うん、みんなポカーンとしてますけどね、おじさんね、昔人気あったんだよ、先生が中学生の時すげえ人気あったのと、おど
けて自己紹介をして見せていたということで。なるほどね。なんかさ、俺これ見た時に、このニュースを見た時に、タカさんかっけーなって、なんかどう転んでもかっこいいなと思っちゃう、俺は。その、突っ張っててもかっこいいし、まあね、ちょっとこの丸、どっちでもいいよね、丸くなったタカさんも貯金もあるから。そうなんですよ。だからもう俺らと同い年か、40ちょいくらいじゃない、これ、うん、そうかな、うん、ねえ、へえ、これはしょうがないね。これはね、それあの面白いですよ。あとはね、毎週心待ちにするバラエティランキングというのがこれは発表されて、うん、第3位が水曜日のダウンタウン。お、第3位が、はい、ということで、はい、これがね、順位が、どんどん発表されているんですが、第2位が、うん、アメトーク。おお、すごい強いね。そうなんですよ、強いですね。このニュースサイトのまとめでいくと、蛍原徹をメインに現在も変わらぬ人気を誇っているということで、うん、そうだ、いいじゃない、別にそういう書き方しなくてもいいじゃないよね。そして第1位が世界の果てまでイッテ Q ということで、うん、ああ、やっぱそうなんだ。俺たちが子供の頃から、雲南さんとダウンタウンさんとトンネルさんっていうのは常に話題の中心で変わらないな、変わらないな。だそこに入ったアメトークの凄さもあるよな、うんうん、いや、これ問題は問題よね、お笑い界としてはね。なまあね、世代交代、新しい世代のさ。でも逆に言うとさ、テレビっていうのはもうその世代が席巻して、もうあれか、うん、あー、もうだからビートたけしさんもいるわけじゃん。別のあれか、媒体になってくるのかな。ビートたけしさん、所ジョージさんとかもね、まあまあ番組やってますからね、いるわけだから、なかなかね。だから、うん、でも将来はそうか、千鳥さんとかがこうなるのか、このままいくと。そうそう、でももうさ、うん、俺が見てた時のたけしさんとかまだ40代だったりするわけじゃん、うん、千鳥さんもまあ40代ぐらいか。サンドイッチマンさん、でもその前からもう人気者ですごい番組持ってさ、ドラマやったりしてるわけじゃん。そうだね、やっぱちょっとその循環が遅いのかもしれないな。 YouTube 界はどうなるんだろうね。江頭さんと宮迫さんが引っ張っていくのかな。今引っ張っていくのまあ分からんな。その日じゃないのか、ヒカキンさんとかって。あんま登録者数って見たことないけど、ちゃんとベクトル違うでしょ。ああ、そうなのか。100万じゃ済まないでしょ、そこら辺。そっか、登録者数100万とかのレベルじゃねえのか。じゃないのよ。あ、なんかまた違うのか。だからほら、芸能人で最速で100万とか、なるほど、だ芸能人でとかじゃないじゃん、 YouTuber でとかじゃないじゃん。だってそれってテレビの視聴者だった人を引っ張ってるわけだもんね。そうそう、だから元々のパイがでかいわけよ、うん、確かに。だから YouTuber 結構すごいよ。相当すごいね。相当すごいよ。ヒカキンは確かピルクルを取り上げて、逆にピルクルが CM のキャラクターに使ったっていう、そう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 、ぐらいの影響力。そうよね。そしてね、まあ、テレビを席巻した人の新しい活動という話でいくとね、こちらなんですけども、うん、元モームスの市井さやかさん、うん、市井さやかプロデュースアイドルオーディションのエントリー開始ということで、あら、こちらがね、アプリ、はい、マイスタさんの方で始まるということであ、そうなんすか。市井さやかさんは、マイスタで、立憲民主からマイスタまで幅広い活動、そして元モームスであるということで、はいはいはい、このね、これ思わずリツイートしちゃいましたね。そうだね、ちょっとびっくりして。これ僕も見たらリツイートしてる可能性は高い。なんかいろんなニュースサイトだと、市井さやかさんもなんか政治まだやるのかやらないのかとか、いろんなね、論があるんですけど、なんか前テレビでね、言ってたのはなんか子育てのことをすごいやりたかったのに、タトゥーのことばっかりあのネットで書かれてすごい悲しかったみたいなことはね。だ今度タトゥーで出りゃいいんだよ。タトゥーだからそうでしょ、タトゥーが問題だっていう世の中おかしかったら、タトゥーで選挙出りゃいいんですよ。プロデュースアイドルはどうなんですか。これこれはこれはこれタトゥーどうなんだろうね。いいサイドでまあまあいいんじゃないですか。アイドルがドタキャンして、自分の育てたアイドルがドタキャンして、そっちのタトゥーかいっていうね、そうそう、オチをつけてもらって、そうね、ね、うんうん、それでコージー富田さんが司会をしてるっていうね。そうそうそう、そういうのみたいかなと。酒飲ましちゃダメとかな飲酒にはちょっと気をつけなきゃいけないですよ、本当に。あとはね、あの僕のね、まあ、昔の後輩の芸人でリッチドッグというコンビがいるんだけど、リッチドッグのミヤってやつがつぶやいてて、まあこれはね、なかなかいい俺は皮肉のツイートかなと思ったのが、この時期にマスクもしないで朝からパチンコ屋に並んでる人たくましいなって相方に言ったら、俺だって高熱でバイトを早退した帰り道にパチンコ行ったことあるって謎の自慢をしてきたから、この人たちは強いんじゃなくてパチンコロナウイルスに感染してるんだなと思ったということで、この人たちは何があってもパチンコに並ぶことを折れないんだっていうね。いや、だって、まあ、これ飯食ってる人悪いけど、はい、俺知ってる人で、うん、ね、夜から朝までバイト一緒にしてる人が、あ、夜勤でね、夜勤でやってる人が、俺もいたよ、夕方6時までパチンコ打ってんのよ。で毎日やってんのよ、はい、で、まあ、勝った時に奢ってもらってるから、だから、すげえな、夕方の3時間ぐらいしか寝ないでバイト行ってるってことか。もう、そう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 、で、しかも、金ある時はラブホテルで一人で泊まるとか、安いから、
そんぐらい稼いでんのよ。あ、もう家に帰るのも時間も欲しいんだ。そうそう、今とはもう十何年前違うから、うん、なるほどね、その稼げる量違うから、うん、だからある日、うん、林くんごめんっつって、うん、緑色の物出てきてたから、飛んで出たから、ちょっとごめんみたいな話になった時に、それでもその次の日行ってたからね。すごいよ。CR 海物語やりすぎて、自分も人魚みたいになっちゃってる、あの緑の物出てきて、一瞬ね、ちょっと人魚みたいになっちゃう。ちょっとびっくりするよ。そこまでするんだ。逆にあれじゃないの、毎日青汁飲んですごい健康に気遣ってて、その可能性はあるか、緑色のでな飲んでない、あるがあったかもしれない。それを、ね、下手したらさ、俺は知らない、おむつとかしてやってる人いるかもしれないね、そこまでの依存してたら。いるかもな、うん、あ、いると思う。大変だね。うん、なるほど。もうさすがにやらなくなったかな、うん、ということでね、2015年の、ね、ニュースをたまたま見つけたんですが、カゴアイが AV ギャラ1600万円にしょんぼりしたという、私の価値ってそれだけなのと思ってこれを断ったということなんですけど逆にいくらもらえると思ったのかなってのはちょっと聞いた。いや、いいじゃない。1000億だったらやったのか。ちょっと、じゃあ大体そこら辺で動くのか、芸能人だったら元、うん、でもカゴアイだったら、うん、その元アイドルですとか、うん、元なんとかのグループにはなんとかですよりも名前を売れてるわけよ。だからさ、あのミニモニのさ、パロディの AV あったじゃん、昔。あ、はい、あれに一人急に本物入っちゃうとかね。もちろん、あれですよ。うん、いましたね。ね、まあこれがね、ミニモミですね。ミニモミか、うん、ミニモニだった、ね、ありましたね、はい、ツンクじゃなくてね、チンコが立っちゃったってね、こともありましたけれども、お酢印ですか、そうね、そうですか、うん、ということでね、朝やんじゃなくて朝マンだったとかね、いい、そういうことですけども、もういいよ、まあ、3月4日に、はい、エルカウキのオールナイト日本一赤坂方面のスタジオからお届け、生配信にいたします、21時から23時まで、はい、やります。あと明日ですね、水曜日、はい、ダースレーダー&エルカウキの、うっかりというジネタトーク番組15時から生配信やります、はい、こちら不定期ですので水曜か木曜日大体やってますので、はい、よろしければ見てください。アーカイブも残ります。お願いします。といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。